昔々といってもそう遠い昔の話ではありません。ある日、少年は蝶に誘われるように森深く入って行きました。蝶はいつの間にかどこかに行ってしまいます。少年は小鳥たちと戯れ、かくれんぼをしたりして遊んでいました。気がつくと辺りは暗くなっています。少年は闇の中で怯えていました。するとどこからともなく闇の精が現れました。闇の精はにやりと笑い、あっという間に少年をひとつまみし、小石にしてしまいました。石にされた少年は悲しみではち切れそうです。涙は次第に石の中にたまり、転がるたびにジャプンジャプンと悲しい音が聞こえました。ある日、美しい湖から水の精が現れたのです。お前が元の姿になりたいなら、誰かにキスしてもらいなさい。そうすればお前は少年に戻れるでしょう。その時、その喜びと引き換えに大きな悲しみをお前は味わわなければなりません。でも決して後悔してはなりません。タンポポが咲く春が来ました。子供たちの大好きな夏が来ました。落ち葉が散る秋が来ました。そして冬は雪の下でじっと耐え、春を待ちました。そして何年も年が過ぎ、とうとう小石には苔が生えてしまいました。もう僕のことなんか気づいてくれる人はいないな、とすすり泣いていました。するとどうでしょう、かわいい少女が立ち止まったのです。あの日は朝からとても蒸し暑かった。山門を出た僕は太陽に顔を向けた。胸いっぱい空気を吸った。雨上がりのせいか、大地から立ち上る土の匂いはやや吸えた感じがした。その生臭さが心を閉ざしていた僕にはかえって心地よかった。彼女が来た日は先代の住職時松広重の葬儀の日だった。昼下がり、寺に続く参道に置かれた看板を片付け始めていた。薄いピンクのワンピースを着た彼女が坂を登っていく。
その後ろ姿は森の緑に映えて美しかった。すみません、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 バタバタしました。すみません、大丈夫ですか、大丈夫ですか、すみません、すみません、よろしいですか、すみません。あの日から僕の人生は大きく変わった。それまでは貝のように心を閉ざし、人との関わり合いはできるだけ避けてきた。投げやりの気持ちでいっぱいだった。それが彼女と会うたびに心が和んでいった。そしていつの間にか僕は恋をしていた。あの日、境内の蝉の声が一斉に途絶えた。そのことに気づいたのは僕だけだろう。それはとても小さく語るに足らない出来事なのに、その一瞬を今でもよく覚えている。僕にとって忘れられない夏の始まりだった。いやー、一度見てみたかったんだけど、やっぱり派手だったよな。本山の坊主博覧会って感じで。あれは準備に時間がかかるはずだよ。いや、話には聞いたけどさ、ほんまに一月かかるんやな。しかしまあ、一月経っても仮もんみたいだよな、うちの八代目は。運転さん、よろしくお願いします。貫禄つくどころかも気苦労で痩せちゃってるもんな。あ、俺たちも一言じゃねえか。行くよ、ちゃんと結婚したらこの寺継ぐわけだし。ひよこさんの喪服姿も雰囲気あったよな。匂い立つ椿のごとき喪服かな。その顔でよく言うよ。よいしょ。ゆくよちゃんは、あ、ごめんごめん。やっとあんたの時代が来たな。